始めます。皆さんこんにちは。あなたも出版チャンネルナビゲーターの永見正樹と申します。よろしくお願いします。本日、ついに10回目を迎えたこのライブ配信でございますが、そもそもですね、出版をしたいという方はですね、出版をしたいよという考えている方はたくさんいらっしゃいますけれども、そもそも何をしたらいいのかわからないということでですね、何から手をつけたらいいのかと、あるいは全体像をね、出版を目指す過程ですね、何もないところから出版まで行く、その道のりがわからないという方もいらっしゃいますよね。私も、昔ですね、2004年に上京してですね、何もコネクションないところから2年半かけて、なんとか幸運にもですね、出版を果たすことができたわけですけれども、主に出版ですね、出版を目指す方は、3つの壁を乗り越えていただかなければいけない。3つ、3枚、主にですね。3枚の壁を乗り越えていかなければなりません。1枚目ですね。2枚目、だんだん、ね、3枚目、だんだん、残ってくる方は少なくなっていくんですよね。壁で、それぞれどこに、それぞれどこの壁にぶつかるかとか、どこの壁の前で長くですね、停滞しているかとか、そういったか、それはね、結構、人によって違いますね。人によって違います。私はちなみに結構2番目の壁で長かったですね。2004、5年あたりは。2番目の壁で結構つまずきました。はい。では、1番目の壁。1番目の壁とは何かという話ですね。こちら。出版企画書が書けないっていう段階ですね。そもそも、書けるけど書いてないという、忙しくて書いてない、その場合も含みます。で、この企画書を書けないという場合は、つまり、もともとですね、そもそも自分は何、どんな本を書けばいいのかよくわからないという段階を含みますね。あるいは出版企画書のフォーマットがわからないとかですね。つまり、あるいは何を書けばいいのかわからないとか、そういったケースがありますよね。出版企画書ですね。つまりどういう本を私は作りたいのか、どういう理由で、あるいはその私のプロフィール、どういう何者なのかということを書くとか、あるいは見本原稿とか、こういった文章書く人間ですとか、そういった紹介をする、それを編集者が 2,3 分あれば読めるような、そういったサイズに仕上げていくということですね。だからいきなり原稿を書いちゃう人、原稿を書いて出版社にね、原稿を印刷してですね、それをポンと送りつける方もいますけれども、それはちょっとやめてほしいなというふうに思うんですよね。はい。はい。出版企画書を書くと。せいぜい、紙に2、3枚ぐらいですね。2、3枚。だから原稿は送らない、送りつけないということですね。ほんと原稿を200枚ぐらいですね、印刷してですね、U パックで送りつけた方がいますけども、これは結構迷惑なので、忙しい編集者には、そういうことをしないと。失礼ですからね。やめてくださいということです。そして、企画書は書けたという場合ですね。書けても第2番目。企画を気に入ってくれる編集者に出会えない。失礼ですね。この段階でつまずく方も結構いらっしゃいます。はい。私はここで1年停滞したんですね。有名な講談社とか小学館とかそういったところから、あるいは個人的に好きな本を出している版元さんの編集者に当ててね、郵便で企画書を40通ぐらいですね、送ったんですけれども、なかなか、あえてもですね、本当に剣もほろろに説教もされて断られるという場合もありましたのでですね、結構厳しいんですよね。で、3番目。編集者には出会えたけれども、企画が会議を通過しないと、出版社の会議を通過しないという、この段階ですね。これはもう、編集者は、これは結構本にすると価値があるなと思ってですね、会議に出すんですけれども、営業担当の方が厳しくって、これは売れないというふうに判断され、なかなか通過しないという、この段階でつまずく方がいらっしゃいます。はい。ですね。では、お便り、来てますかね。お便りを見てみましょう。
お便りは、はい、ある先生のフロントエンドのセミナーで企画書のフォーマットをいただき、実はそれで企画が通ったことはありました。ググっても出てきますね。ただフォーマットを入れるまでが大変でもあります。そう、たくさん出てきますもんね。今は出版企画書というふうにインターネットで検索すればですね、いくらでもそういった画像データとか PDF とかそういったものが出てきますよね。だからフォーマットは調べれば出てくるということではありますね。大学の成長で何部出ますとか、毎年講演で何部出ますなどがあれば企画が通りやすいんですよと本当に言われたことがあります。そうなんですよね。だからその数字にね、信憑性があるかどうかも結構、まあ、営業の方は厳しく見ますのでですね。だから、この企画、このジャンルで、興味がある方は全国に何十万人いて、そのうちの何パーセントが買うかなというふうに説得する場合もありますけど、その何パーセントとかですね、その根拠が本当にあるのかどうか、何パーセント買ってもらえるか、その根拠があるかどうかはちょっと、疑われる場合がありますので、気をつけましょうということですね。はい。まあ、ですので、この3段階ですね。出版を目指すというふうに一言で言っても、この3段階のどこに今自分はいるのかということをですね、見極めつつ、頑張っていただきたいなというふうに思います。この3段階目、つまり100回、ね、会議を通過すれば、あとは原稿を書いて、ね、出版に至るということですので、はい、この3段階、これを意識してください。で、一歩ずつ登っていくということですね。本当にこの1、2段目は簡単にいくんだけど、3段目はつまずくということですね。ここでずっとつまずいていくと、これずっと停滞するとかですね、そういった方もいらっしゃいますので、それは、人それぞれ向き不向きがありますけれども、そしてこういった商業出版の道のりをサポートするのが、出版コンサルティングサービス長峰文章塾でございます。現在ですね、無料体験講座をウェビナー形式で行っています。https://nagaminejuku.com ですね。こちらにアクセスをすればですね、はい、まず動画が3本、1時間以上のですね、動画が3本見られます。で、メールアドレスを登録したら、毎日ですね、動画のセミナーが届きますのでですね、受講して出版ノウハウ、この壁を乗り越える、ね、この壁を乗り越える術を身につけてください。そしてですね、個別にですね、ご相談も受けますので、もし本気で出版を目指すという方はですね、私に、直接ご連絡ください。お待ちしています。それでは本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。